え、最強のバイト俺言ったっけ？最強のバイト、うん、どう最強？その労働したその体力と見返り、うん、ああ割り買い、そうそうそう、うん、これゴルフのキャディーなんですよ。あ、キャディーなやってたな。そう、これすごいのよ、うん、ゴルフのキャディーって、うん、あのね、場所によると思うんですけど、うん、僕が行ってたとこは結構その社長さんとかがめっちゃ来るとこやったの、うん、高い料金が、うんね、でだからそういう人が集まりやすいところっていうのもあってんけど、うんうん、とりあえず日給が8,000円、うん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 、で時間にしたら、ね、9時から3時、うんうん、6時間で8,000円、まず、はいはいはい、この時点でまあまあええやん、うん、高校生だな、うん、8,000円いいでしょ。いい。でさらにね、こうキャディーって仲良くなるじゃないですか、お客さんと、うん、ほんならチップくれるんですよ。はいはいはい、ね、で、あ、松村君今日もついてくれにありがとうって言って、モードギーってやつ、あの、もうといてもうといてって言って、あ、いや大丈夫ですなんて言うの、いや大丈夫です大丈夫です、うん、なんて言ってんの社長なんて言ってるか最後まで分からへんだけどくれんのね。で、激アツの時があって、はいはいはい、激アツの時は、うん、ね、前半午前中と午後で変わってくださいって言われる時があるの、着く人、はいはいはい、ね、うん、ってなったら後半に着いた人もよく知ってる人やった場合、うん、あ、松村君今日着いてくれんにゃここから、うん、じゃあこれ本当にっていうのが2回来ることあるんだ、うん、あ、そのお小遣いがそう、うん、って考えたら9時から3時で、はいはい、ね、6時間で28,000円、あ、まあ、すごいっしょ。激アツの時はな、これが別、うん、なん、要はあんのよ、うん、っていうバイトで、これ正月なんかラッシュ入るから、あ、ね、はいはいはい、まあ8,000円は変わらへん、うん、ね、うん、で、あの、そのいつものチップ、うん、うわ、うん、ってやってる手がでかい、うん、束できてる感じ、束できてる感じ、もうお年玉も込みでっていう、そうそう、お年玉も込みで3万円とかくれんの、はい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 、だから普通のキャバ嬢みたいなさ、ちょっとめちゃくちゃ良かった。